こんにちは、芸能ニュースです。今回紹介する方は有村架純さんです。愛らしいルックスと朗らかな笑顔で視聴者を魅了し続けている有村架純さん。2023年放送の大河ドラマどうする家康への出演も決定しており、その勢いは増すばかりです。有村架純さんは年齢を30歳を迎えました。一方でそのあどけない姿からは想像もできないほどに長い女優人生を歩んできていますね。ドラマ鋼の女で女優デビュー、 NHK 朝ドラアマちゃんで大ブレイクした有村架純さん。この時はヒロインではなく主人公秋の母である春子のは貝コロを演じています。そして同じく NHK 朝ドラひよっこではヒロイン矢田部峰子に大抜擢。有村架純さんの名前は本名のような芸名です。どういうことかというと、実は有村架純さんの本名はあり村架純と言います。そうなんです、純と純が違いますね。読み方はあり村架純で同じですが漢字が一文字違います。有村架純さんの身長は160cmです。スリーサイズはバスト80、ウエスト60、ヒップ82だとのことです。今後の有村架純さんのご活躍に期待ですね。有村架純がいいなと思いましたらコメントよろしくお願いします。